桜井望旗から1928年12月12日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育者、学位制度創々期の理学士、東京物理学講習所初代所長、第五高等学校第五代校長、1852年9月28日、桜井仁太郎、804歳の長男として、加賀国家が藩金沢馬場はじめしげる邸に生まれる。 父、仁太郎は、千歳との間に二人の男子がおり、二人のイボ兄ニを含めれば、亡期は仁太郎の三男に当たる。母、八百は仁太郎の五歳。1869年、半帰生として、改正学校に入学。1870年、大学南校で更新生に選ばれる。1878年12月24日。 東京大学仏語物理学科第一期卒業。1881年、東京物理学講習所の初代所長となる。1882年、イギリス・フランスへ留学する。1883年、高等師範学校教授となる。1885年、第1回中等教員検定試験の学力試験委員となる。第5高等学校へ赴任する第4回まで。 引き続き学力試験委員を務める。1890年、第五高等中学校教授となり、東京物理学校の教師を辞する。1895年、第五高等学校教頭となる。同校の新任教師であった、夏目漱石に、イギリス留学を進める。1897年、工学部所大主事となる。1898年、夏目漱石に、 加賀法省流の農学を教える。1900年4月、第五高等学校校長となる。1907年1月、第五高等学校校長を辞する。1908年、大韓帝国皇大使の教育係となる。1917年4月、東京物理学校の主事となる。弟は造船学者の桜井昭蔵、科学者の桜井城に、冒旗は、 妻との間に二男三女を設けた。長男は実業家で三菱重工業社長の桜井春樹春樹の妻は志村玄太郎の名。長女は建築家の藤村明に嫁ぎ、次女は実業家の岩崎照也に嫁いだ。ありがとうございます。